日本政府が2年後、福島第一原子力発電所に蓄積された処理水を希釈して海に放出すると決定したことに対し、中間両国の強い反発を招きました。中国共産党外交部の張立憲報道官は、海は日本のゴミ箱ではなく、太平洋も日本の下水道ではないと非難しました日日本政府は13日処理された。 福島原子力発電所からの排水には、主にトリチウムという放射性物質が含まれると説明しました。希釈後の液体トリチウムは、年間最大22メガベクレル放出され、濃度は1リットルあたり1500ベクレルに希釈され、WHO の飲料水の基準の7分の1です。香港のネットメディア、「週新聞」は14日、中国新鮮にあるダヤワン原子力発電所の各排水は、 排出上限及び実際の排出量ともに日本の福島の基準を超えていると発表しました。中国生態環境部が2017年に出した認可によると6基ある同原発の年間液体トリチウム排出量の上限は225メガベクレルでこれは福島の年間排出量の10倍になります。また香港原子力投資会社のデータによるとダヤワン原子力発電所の 過去10年間の液体トリチウム排出量は平均して上限値の20%でした。日本政府が定めた基準を1倍以上上回っています。また、年に、 生態環境省が定めた原子力排水の年間排出量の基準によると浙江省の深山原子力発電所の液体トリチウムの排出量は上限の125メガベクトルに達し現在の福島原発が設定している排出量の5倍以上になっています福建省にある福生原子力発電所の排出上限も同じく福島の基準を超えています 個人メディア文章が古今を語るの司会者である文章氏は今回の事件に対して中国共産党が激しい反応を示したのには2つの原因があると考えています一つはコロナ対策への外部からの圧力に対し世の中のカラスは皆同じく黒いと吹意蝶し今はもっと差し迫った環境問題があるとし日本政府を責めることで注意をそらすためです もう一つは日中関係が緊迫している今今回の事件で日本を攻め立てておきながら今後の日中交渉で中国側が譲歩することを理由に日本に他の分野で譲歩するよう求める狙いです一方で同氏は今回の処理水への外部からの注目度が高いことで各方面からの監視が厳しくなり日本国民の健康に良い結果につながると考えています